廃業した旅館の跡地を利用したデジタル技術の体験ができる施設が加賀市山城温泉にオープンしました。どうぞ皆様、盛大な拍手を。加賀市山城温泉にオープンした山城スマートパークは、デジタル技術を生かした地域づくりを目指す加賀市が廃業した旅館の跡地を整備して作りました。施設全域には高速 Wi-Fi が整備されていて、屋外でもインターネットを利用できます。天井の高さがおよそ6メートルある部屋では、ドローンを飛ばす教室も開かれ、気軽にデジタル技術を体験できます。将来的には空飛ぶ車がですね、離発着できるようなそんな場になっていけば、まあ、夢はもっと広がるんじゃないですかね。山城スマートパークにはカフェも併設されていて、人が集まる公園のような憩いの場を目指していくということです。